しい願いにも似たテリーコールが会場いっぱいに響き渡る。ある男の子は持っていたカメラを落とし、粉々に壊れてしまっているのにも気づかず、あふれんばかりの力で腕を振り上げ、テリー、テリーと叫んでいる。またある女の子はボロボロ流れる涙を拭おうともせず、テリーお願い、もう立たないでと絶叫している。だがテリーは倒れても倒れても血みどろになりながら立ち上がる。その姿に見ている者誰もが叫ばずにいられなくなってしまう。テリーファン、今日本のプロレスファンを最も熱くさせるプロレスラーなのだ。力道山時代から日本のプロレスは日本人レスラーが正義、外人レスラーは悪役と決まっていた。だがテリーは外人レスラーでありながら正義を身につけ、日本マット界のヒーローになった。テリー・ファンクはまさに日本のプロレスに一つの革命を起こしたプロレスラーなんです。Abdullah the Butcher, the Sheik, Stan Hansen, Shohei Baba, Dory Funk Jr., Harley Race, Jack Briscoe, Ric Flair. I'd like to tell them all. After August the 31st of 1983, I give up. 日本中のプロレスファンを長い間熱狂させ続けたテリー・ファンクが引退を発表したのだ。ギブアップなど自分の辞書になかったはずなのに、テリーは今まで戦ってきたレスラーたちに対して1983年8月31日以降ギブアップするというのだ。テリー・ファンクの引退、それは日本のプロレスファンにとって計り知れないほどの大きな衝撃だった。今一人の偉大なヒーローが去ろうとしている。テリーはテキサスアマリロの牧場で少年時代を過ごした。テリーが幼い頃の話をすると必ず父親ドリー・ファンクシニアの話になってしまう。シニアは1973年に心臓麻痺でこの世を去ったが、テリーの胸の内には今でも父シニアの姿が大きく生き続けている。My father, he was a professional wrestler, and we were kind of vagabonds or gypsies at that time, because he would go from one town to the next, and we lived in many different areas in the United States whenever I was young. But finally,We put our roots down in a place called Amarillo, Texas. And we were wild and crazy kids that did a lot of crazy things and got into a lot of trouble. But he would take care of us. And I was never afraid to come to him and say, Dad, I'm in trouble. And he'd say, Son, he'd say, what can I do about it? And I'd explain to him what the problem was. And he'd explain to me how to do what was best, and I can say, and I'm thankful, that my father raised me properly. And ever since I was knee-high to my father, I always have wanted to be a professional wrestler. 父シニアの影響でテリーは1965年、兄ドリーに続いてプロレス入りを果たした。 NWA 世界チャンピオンに輝いた兄ドリーを目標に、テリーはプロレスラーとして着実に成長し、1970年、昭和45年に日本のマットに初登場した。そして1975年、フロリダのマイアミビーチでジャック・ブリスコを破り、念願の NWA 世界王者に輝いたのだ。テリー、29歳の時、プロレス史上初めて兄弟揃って NWA 世界チャンピオンになったわけだ。これはまさに画期的な出来事だ。昭和51年、
東京蔵前国技館でテリーは NWA 世界王者としてジャンボ鶴田の挑戦を受け2ホールを奪い見事防衛する。また昭和45年初来日の最初のシングルマッチの相手はあのアントニオ猪木だった。チャレンジャーがジャンボ鶴田、チャンピオンがテリーファンクです。世界最大のプロレス組織 NWA の若手ナンバーワンに成長しております、ジャンボ鶴田。タイトルを取ってから日本遠征は初めてです。第51代 NWA 世界ヘビー級選手権者テリーファンク。コブラツイスト、コブラツイスト、入れ替わるか、いつの間にかテリーファンクが攻撃に回った。あった、あとクレードル、ローリングクレードル、ローリングクレードル、いったいった、イリースが止め、3回転、危ない、そのままホールドされる、いったいった、あーっと取られた、ローリングクレードルホールド、ジャック・ブリスクを破った技。Two things that were probably the highlights of the family's career. One of them was whenever my brother defeated Gene Kaniski for the World's Heavyweight Championship, NWA Championship, and later on, I defeated Jack Briscoe in Miami, Florida. And that was the two proudest moments in the Funk's wrestling careers. I know my father was not around to see that, but I'm sure that he would have been very proud of myself and of my brother and our accomplishments in wrestling. I remember my brother and I wrestled Antonio Inoki and Shohei Baba many years ago, and both of them impressed me at that time, and their styles differed very much, but both of them were tremendous, great athletes. And my brother and I felt that we were facing the best team that's ever been in professional wrestling. NWA チャンピオンになり、世界の頂点にたどり着いたテリーだったが、日本での人気を不動にしたのは、昭和52年12月、世界オープンタッグ戦でのアブドーラ・ザ・ブッチャーとザ・シークとの試合だった。テリーは兄ドリーと組んで戦ったわけだが、それはまさに日本プロレス史上に永遠に残る凄まじい試合だった。ブッチャーのフォークがテリーの右腕に何度も突き刺さり、マットは血の海と化した。見ていた観客は思わずテリーに逃げてギブアップしてと泣き叫んだ。だがテリーはボロボロになりながらも立ち向かっていった。その時、怒涛のごとくテリーコールが巻き起こり、会場を包み込んだのだ。テリーが行った、テリーが行った、テリーが左のパンチ、ストレート、もう一発ストレート、正面から額に当たりました。ストレート攻撃、サウスポーのテリーファンク、やりますね、山田さん。これがね、本当にテキサスブロンコの魂、テキサスブロンコの魂、本当ですね、勇気があります。テリーファンク第51代のチャンピオンです、ね、やはり汚いチームに負けたらいかんですね、はい、何としても勝ってほしいですね。そうですね、右手の包帯、さらに出血、血がにじみました。右手はもうだらっと下げたままですが、おっと、ドリーファンクジュニアがシークを場外に突き出した。さあ今度は、あっと危ない、アブドラ・ザ・ブッチャーも負けておりません。カウンターの今度はチョップ戦法に行きました。
しかし地上最悪コンビも頑張りますね。いやーやっぱりね、とにかくダーティーな、ね、ファイトが多いですが強いです。そうですね、さあリングの外に降りたのはコムドードブッチャー、テリーファンクとやり合うが、おっとリング上も注目しなくてはなりません。あーさあチークがいった、シークが行きました。シークの狂気、シークが再び狂気を取り出しました。リングの中です。あドリーファンクジュニア喉に刺されます。あっとものすごい勢い、あドリーが鳴った、ドリーが鳴った、レフリーがね倒れてますね、レフリー倒れましたね。あっとあっとジョー樋口が飛び出してきましたが、あ今手を上げたのはまだはっきり分かりません。一瞬ドリーの手を上げたんですがまだはっきり、あっちょ今正式だ、あっとそうですね、そうですね、そういう風なアナウンスが五号艇の声援の中ですがかすかに聞こえました。そうしますとザ・ファンクスが勝ち点2を拾いまして優勝です。よくやりましたドリーファンクジュニア、テリーファンク堂々14点、無傷の白星を白星街道を突破しての優勝でございます。温かい拍手が沸き起こりました。超満員の蔵前国技館、あテリーファンクの表情からどうでしょうか、ブルーの瞳がちょっと目が細くなりました、あるいは泣いているのかもしれません、それとも痛みをこらえているんでしょうか。嬉しいでしょうね、嬉しいでしょうね、テリーファンク男のロマンをもういかんなく見せつけています。館内は酔っています。優勝チームはドリーファンクジュニア、テリーファンク、ちょっと泣き顔を見せてますね。今兄弟がね、しっかりと抱き合ってますね。そうですね、34歳の兄貴ドリーファンクジュニア。I remember the match against Abdullah the Butcher and the Sheik as if it were yesterday. It was a very, very dangerous style match. I don't approve of their styles that much. In fact, I still have nightmares about that match because of just how wild it got. And that's the first time that we ever won the World Tag Team Tournament that's held in Japan every year. And that was a big thing for my brother and myself. I have no respect for the Butcher at all. If I had to say someone that I really hated in professional wrestling, it would be him. And whenever the people start hollering, Terry, Terry, boy, I hear them. And I can feel it, and it just kind of just turns my blood warm and gets my heart to pumping. And it's amazing what you can do if you've got the people behind you. ブッチャー飼育戦以来、決してギブアップしない男、テリー・ファンクは、日本マット界になくてはならない存在になったのだ。またテリーはテキサスブロンコの名に恥じず、どんな強いレスラーに対しても勇気を持って立ち向かっていった。最近ではスタン・ハンセン・ブルーザー・ブロディ組がテリー・ドリーのファンク兄弟にとっては最大の強敵だった。いやー、しかしね、本当にね、当時の好勝負になったんですね。最後まで試合を取っておりません、ザ・ファンクス。しかし、ドリー・ファンクジュニアの期待も切れました。さあ、場外、場外、デスタン・ラリアットが飛んでいた。去年と同じ、去年と同じ。さあ、スター・ハンセンの黄金の左腕が火を受けました。テリー・ファンクが場外で倒れています。さあ、リングの上では五色のテープの中にまみれています、テリー・ファンク。キングコング・ニードロップ。キングコング・ニードロップ。ブルーザー・ブロディ、冷静に。ドリーの顔面にニードロップを合わせました。そして超ミラクル野獣コンビ、これがスターハンセン、スターハンセンが待っている。テリーはテリーはまだ場外、テリーは場外、デスタンダリアットがうなりを上げて飛んでいく。またしても火を吹いた、デスタンダリアットが火を吹きました。テリーはリングの中に入ることができません、五色のテープにまみれております。テリーパンク、thank you.
I got a wild, crazy style. But it's, I don't say that I'm the greatest wrestler in the world. I'm not. I wouldn't even put myself in the top 10 or top 20 in wrestling. But I try hard. That's my style. Try hard. I think I've learned some important things. I've learned that by competing against, you cannot become better unless you compete against the best. That's very important. And you have to try and try and try and be very persistent in order to reach a goal. Don't give up. No matter what it might be that you're trying to do, don't give up and don't quit. That's what I've really learned. テリーはハンセン・ブロディに対しても決してギブアップしなかった。テリーは自分の戦う姿を通して日本のファンに何事に対してもトライし続けることを教えてくれた。They don't want me to retire, I know that. And I don't want to retire, but it's a thing that I have to do. And they understand. They do. They understand. They're just great. They're everything to me. They are everything. They are part of my heart, part of my mind. They'll live with me forever. They are the greatest people in the world, and they always will be. They're the best. There's none that can compare with them. Nobody. Nobody. They're my friends. テリー・ファンクは昭和58年8月31日をもって日本マットを去る。ファンにとってはこれ以上悲しいことはない。だがテリーのリング上での壮絶な男の生き様、あの無邪気な笑顔、ファンに対する優しさは決して消えることはない。たとえマットから消えてもテリー・ファンクはファンの心の奥に永遠に生き続けるのだ。テリー・ファンク、フォーエバI'm not afraid to die.
テリーファンクは日本マット界に数々の名勝負を生んだが、ライバルと呼べるレスラーはそう多くはない。かつてはアブドーラザ・ブッチャーであり、今はスタン・ハンセンである。ハンセンは現在世界最強のレスラーで、テリーは何度も苦しめられている。After I finished wrestling Stan Hansen, it takes a week to get over the soreness. He's that aggressive, he's that physical, and he's that powerful. I would like to wrestle him again. I would like to defeat him. I would like to show him I'm the better man. I respect all professional wrestlers. But I have respect for one man in particular, is Harley Race, because the man is a gentleman. He'll get in the ring and he'll fight you as hard as he possibly can. And when that bell rings at the end of that match, no matter who's the winner, he'll look you straight in the eye and he'll put his hand out for you to shake. And to me, that's a gentleman, because he respects his opponent, and I respect him for that. これより両者の紹介が行われます。リング上です。徐々に盛り上がってまいりました。弟テリーファンクに決定。第51代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンです。第10代インターナショナルヘビー級チャンピオン、ドリー・ファンクジュニアです。第46代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンです。試合は NWA ルール60分の一本勝負で行われます。すごい勝負になりましたね。そうですね、さあやっと立ち上がる体勢を整えました。もう一方的にカバーの体勢では兄ドリーファンクジュニアがもう勝っています。何度も何度もカバーの体勢に行くんですけれども、あと一瞬 0.5 マッハのタイミングでテリーファンクが跳ね返しています。兄貴には負けられないといったところでありましょうか。メンツにかけましても兄貴ドリーファンクジュニアは弟には負けられない、そういう兄弟の火花が散っております。リング上でやります。ザ・テキサン同士共に世界最高峰 NWA の世界最高峰 NWA のチャンピオンになりました両者であります。ここで再びインターナショナルヘビー級の選手権で相まみえておりますが、さあドリーファンクジュニアの動き、ドリーファンクをロープサイドに放り投げました。果たして決着はつくかどうか。さあ思いっきり今度は背中のあたりに思いっきりパンチ一閃、そしてロープサイドから今度は飛び込んでダイビング、ダイビングした回転エビ固め、それを返すエビ固めに返したカウント3が入った。回転エビ固め電光石火、
回転エビが攻めが決まりました。開始技ローリングクラッチホールド、ドリーファンクジュニア。まさに素晴らしい開始技ですね。勝負は54分ジャストで勝負が決まりました。あと6分戦い抜いてれば引き分けといったところですけれども、見事な開始技、ドリーファンクジュニア、さすがお兄さんが面目を立ちました。面目を保ちました。テリーの人生の中で父シニアと同じくなくてはならない存在なのが兄ドリー・ファンク・ジュニアである。テリーはドリーを心から尊敬し、ドリーは身をもってテリーを助ける。それは言葉に表せないほど兄弟愛に満ちあふれ、リング上でのテリーとドリーに日本のファンは熱い思いを募らせる。その兄弟が最初で最後の戦いをしたのが昭和56年4月だった。54分という死闘の末、勝負はドリーが勝ったが、試合後2人とも口を揃えて言い合った。もう二度とやりたくないと。 I know that I wrestled him in Japan, and sure enough, the older brother won again. My brother and I, we fought like cats and dogs. He always took up for me. He always watched after me. And I love him very much.And we have always been very, very close. And if I would have to say that I had a best friend in the world, I would say it's my brother. 昭和55年、テリーは記者会見で突然言い放った。私は3年後の昭和58年、1983年にプロレスラーのピリオドを打つ。記者会見に集まったマスコミ関係者は誰もが驚いた。37歳といえばプロレスラーとしてはまだまだ引退するような年齢ではない。だがテリーははっきり言った。強いテリーファンクのままで引退したいんだ。マスコミ関係者以上に驚いたのは日本中のテリーファンたちであった。彼らにとってテリーがマットから去るのはとてつもなく大きな悲しみなのだ。だがテリーは昭和55年の約束通り引退しマットを去る。I love this sport, and I love this country, as I've said many, many times before. But I was just informed that I will have to have another operation on my knee in September or October. They want to operate. It's physical.It's because of my family. There are many reasons. My family is getting older. I've got a girl 15 years old, and she's an awful good kid. And I've got one 11, and they're missing their family. My wife, she's at home, and I spend a lot of time away from home, and I'm ready to go back. And besides that, they've said that if I don't have an operation within possibly 10 years, I'll be crippled.What else can I say? スタンハン先輩、テリーファンクの特別試合、もう3400人のお客様はもう興奮の状態でありますが、さあ、日本の一発はどうなのか。まずスタンハン戦がチョップを打ちます。大きな拳打ち、背中から大きなスイング組の拳打ち、テリーファンクの首の根元を捉えました。そして早くもテリーファンクは場外だ。さあ、スタンハン戦は追い打ちをかけません。スープと今リングの中に入ってまいりました。真っ赤なトランクスが燃えています。テリーファンク、さあ、パンチで打つ、パンチで打つ、右のパンチ、左のブドウを倒れた。スタンハン戦を倒しました。テリーファンクの左のブドウが、何しろもうギリギリの力、限界の力まで出す、その頑張りでしょうか。そうなんです、目を開けるのはその頑張りかもしれませんね。本当にね、これはもうテリーの方がね、執念では私は勝ってると思うんです、ね、はい。この勝負、ジャンボ鶴田選手はパワーではハンセン、そして気力でテリー、しかしテリーには大学の先輩という自負があるであろう。しかし1回で決着がつくとは思えないとジャンボ鶴田を語っておりました。それから数々のウエスタンラリアットを受けました天竜はズバリ、スタン・ハンセンが上であるというふうに言っておりますが、テリーの根性に期待したいということも言っております。それから、ウエスタンラリアットをこれまたたびたび受けたアシュラ原選手は、テリーとハンセンはスタイルが違うので強さはハンセンだろう、しかしお客さんの声援にテリーはきっと応えるに違いないというふうに語っておりました。さあ、そのテリーバンクがバックドロップ、岩石を落として勝負の流れを変えました。
今の岩石落としどうです、うん、非常に良かったですね、やはりああいったところがね、テリーのキャリアですね。そうですね、こういったエキサイティングな試合の中で大技を出していくタイミングの見つけ方ですね。そしてヘッドバットを 2,3 度打ちました。なんとしても自分のペースを取りたいテリーファンク、膝はもう完全に直しておりますので心配はいりません。しかし黒いサポーターが痛々しいテリーファンクであります。しかし綺麗なる華麗なるフットワークを今日は大いに使っております。テリーファンク右のパンチが当たってまいりました。左は温存、今度はロングフット強烈、右顎を捉えました。あのテリーの試合のみに生じるとてつもない熱狂はもうすぐ消えてしまう。あのテリーコールは胸の中だけのものになってしまうのだ。ファンは今深い悲しみに包まれている。だがファン以上に悲しく辛いのはテリー自身なのだ。 My hardest period is right now. A very difficult time in my life to say I am going to not compete again. It's something that I love very much. I love my sport. And I'm going through a very hardmental time right now. It's going to be very difficult. This last time that I'm in Japan and saying goodbye, and it's getting closer and closer, and it just keeps on coming. I think my dad would be very proud of me. I know that he was the type of person that he would never tell me that. He would never say, Terry, I'm proud of you. But I could see it in his eyes. And I think if he walked in this room right now, I think I'd be able to see it in his eyes. I hope I could.8月31日、一人のプロレスラーがマットを去る。その男の名はテリー・ファンク。日本中の数知れないファンにプロレスを通して勇気を、夢を、そして愛を与えてくれた。テリーがマットから去る日、ファンは止めどもなく流れる涙を拭こうともせず、口を揃えて言うに違いない。テリー、長い間本当に本当にありがとう。テリー・ファンク、その名を僕らは決して忘れはしない。I'd like to leave you, my friends.With a message. I can remember my father well.He was a good man. Some say he was meaner than a rattlesnake and tougher than shoe leather. But not to me. He taught me to have courage and stick to the rules of life. He always had a heart of gold, and when he placed his hand on my shoulder, it was with tenderness. He was my best friend, my teacher, and my partner.All in one. I loved him so much, just as I love you, because I think of you as my kids here in Japan. It seems like a few days ago, Dad and I were on the ranch. He picked up a handful of dirt out in the pasture and he squeezed it, checking it for moisture. And he said, you know, it's never the same.Nothing remains the same, Terry. And he was right.
Things are always changing. And you have to change with them or you'll be lost along the way. Things have changed since then. He's no longer here. Now it's my turn to say goodbye. Since my wrestling career is ending, I want you to know that you kids were good to me along the way. I'll always remember your eyes and your laughter and the way you were with me. It's a good thing not to forget. I want you to remember these things. Remember, it was my opponents that gave me strength. I think that if I wouldn't have had any opponents, I would have been lost because my strength grew through struggle. Remember not to be afraid. I found that a little fear made me cautious in the ring. Respect fear and use it to your advantage, as I've tried to do. Don't let it bind you or tie you down. Most of all, remember you kids are going to make men and women, and men and women make a country. And in the years to come, Japan will pilot the world we live in, because it'll be number one. I may be retiring and leaving, but a portion of my heart remains in Japan. My thoughts will turn to your country 1,000 times 1,000 before my dying day. Japan, I love you. Sayonara.